どうもクロスロードラボです、本日はですね、2021年日本国内におけるウイスキーの販売数量ランキングの最終回になっています。前回はですねシングルモルトスコッチ、そして、その前はブレンデッドスコッチをね発表したんですが、今回は、それ以外、バーボン他ということになっています。はい、今回もですね、今年2月に発表された日刊醸造産業速報を参考に、2019年そして2020年の比較をして、どの銘柄が、国内で一番売れているのかという、まあ、ランキング形式でね発表していきたいと思います。そして今回は、ベスト9になっています。ベスト10ではありません、発表されていたのがベスト9だったんですよね。そしてバーボンは、もちろんですね人気のテネシーウイスキー、そして、カナディアンウイスキー、アイリッシュウイスキーなどがランクインしています。今回もですね樽詰め商品だったりとか RTD 商品は含まれていません。それを踏まえた上でご覧になってください。それではいってみましょう。第9位です。ブラントン7500ケース 19% 減です。バッファロートレース蒸留所で作られているバーボンなんですが、比較的ね高価格帯の高級バーボンという感じになってるんですけど、日本ではね古くから人気があります。2020年はですね、コロナ禍の影響で、16% ね減だったんですが、2021年はさらに 19% 減ということでね、落ち込んでます。はい、ラインナップの方はですねブラントン、ブラントンブラックゴールド、そしてストレートフロムザバレルということで、ブラントンはですねクラブだったりスナックでのボトルキープ需要っていうのも、ある程度あると思うんですよね。特に通常の無印ブラントンっていうのが定番なんですけど、買うと大体ね8000円くらいはするので、ボトルで入れるとやっぱり結構高級なね、ボトルになると思うんですね。そんなボトルキープのね需要が、この9位にね入っている理由なのかもし、れません。第8位、ジェムソン4万2000ケース 5% 増です。世界一のですね販売数量を誇るアイリッシュのブレンデッドウイスキーなんですが、フランスのですねペルノリカール社が、所有するミドルトン蒸留所で作られています。2020年は家飲み需要がですね急拡大したことから 33% 増ということで、2021年はさらに、販売数量を伸ばし 5% 増です。ラインナップはですねジェムソン、スタウトエディションブラックバレルボーストリート18年です。メインはですね通常の無印ジェムソンなんですけど、まあ、どこにでも売ってますし価格も、1000円台でね買えますし、目につくことも多いんじゃないかなと思います。スムースなね、口当たりと癖のない味わいからね、ウイスキー初心者の方でもハイボールにしてね飲むっていうことも結構多いんじゃないかなと思います。その人気で、国内では第8位になったんじゃないかなと思いますが、世界ではですね最も売れているアイリッシュウイスキーです。第7位ワイルドターキー5万5000ケース 10% 増です。現在はですねイタリアのカンパリ社が所有するワイルドターキー蒸留所で製造する人気のバーボンウイスキーです。グレン・グラントとね同じ会社ですね。2020年はですねコロナ禍の中前年比変わらずということで安定の販売数でしたが、今年はね 10% 増です。ラインナップはですねワイルドターキー、ワイルドターキー8年、13年、ワイルドターキーライレアブリード、ケンタッキーストリート、マスターズキープリバイバル、マスターズキープコーナーストーン、そしてボトルドインボンドというふうになってるんですけど、バーボンとしてはかなりね、豊富なラインナップなんですが、メインはですねノンエイジと、まあ、8年そして13年というところですね。以前はね12年というのも出てました。飲食店ではですね需要もしっかりある銘柄なので、去年販売数量をね落とさなかったのはやっぱり家飲み需要でもね相当消費されているということじゃないかなと思います。第6位フォアローゼス9万4000ケース 1% 減です。2002年からですね日本のキリンビールが所有するブランドなんですよね。実はね日本ではとても人気があります。2020年はですね 5% 増で、今年も全然変わらず 1% 減ということで、家飲み需要もありますしかなりの安定感があります。ラインナップはですねフォアローゼス、フォアローゼスブラックラベル、フォアローゼス、プラチナ、そしてフォアローゼス、シングルバレル
やっぱり昔からどこにでも売ってるっていうねイメージがあるということで、日本ではね、バーボンにおける知名度はトップクラスなんじゃないかなと、個人的には思いますね。あんまり最近は CM とかでね見る機会、印象はないと思うので、ブランディングに関してはねいまいち消極的なんじゃないかなとは個人的には思うんですけど、それでも安定の販売数量はすごいですね。第5位です。カナディアンクラブ10万ケース 4% 減です。サントリーの所有する、カナディアンウイスキーなんですが、日本では古くから CC という、ね、頭文字を取った、名前で、ね、人気のある銘柄です。むしろカナディアンウイスキーはこれしか知らないっていう方も、相当多いんじゃないかなと思いますが、2020年はですね 9% 増、今年は少し落ちていますが安定しています。ラインナップはカナディアンクラブ、カナディアンクラブブラック、そして12年20年という4種類です。ウイスキーが全然売れなくなった90年代だったりとか2000年代前半も結構クラブとかスナックなんかでボトルキープの定番の一本だったんじゃないかなと思うんですが、今はどうでしょうね。もしかしたら昔からね飲まれている方がこの販売数を支えているのかもしれません。第4位です。アーリータイムズ12万3000ケース 8% 減です。こちらねブラウンフォーマンが、所有しているブランドで、日本ではですね内側を焦がした多くの新樽で熟成されたバーボンが、バーボンの定義に、ね、当てはまったものが売られてるんですけど、アメリカではですねリフィルの樽を使用した原酒もブレンドしているので、ケンタッキーウイスキーとしてね、発売しているみたいです。ラインナップはアーリータイムズイエローラベルのみです。以前はねブラウンっていうのも発売してて、2種類出てたんですけど、こちらねなんとですね、2021年、まあ、去年のね12月8日にですね公式発表で、通常のイエローラベル 1.75 リッターと1リッターと、あとは700ミリと200ミリっていう4種類がね発売してたんですけど、これね商品提供が追いつかないということで一時休売となってしまいました。はい、だから今ね普通には基本的には売ってない、まあ市場に残ってる分しかないんですよね。まあ、再発売の日っていうのは今のところね未定ということで、今年はガクッと販売数量をもしかしたら落とすかもしれません。もうすでにねネットでは、倍ぐらいのね金額になって売られてますけど、通常は 1.75 リッターと1リッターと、あとは700ミリと200ミリっていう4種類がね発売してたんですけど、これね商品提供が追いつかないということで一時休売となってしまいました。はい、だから今ね普通には基本的には売ってない、まあ市場に残ってる分しかないんですよね。まあ、再発売の日っていうのは今のところね未定ということで、今年はガクッと販売数量をもしかしたら落とすかもしれません。もうすでにねネットでは、倍ぐらいのね金額になって売られてますけど、通常はね1000円台です。はい、1000円ちょっとぐらい。第3位、メーカーズマーク13万1000ケース 3% 増です。こちらもサントリーの、ね、所有するメーカーズマーク蒸留所のバーボンなんですが、2020年は 19% 増です。 CM とかの、ね、プロモーションも積極的に、ね、行っているので、家飲み需要の拡大で販売数量を相当伸ばしたんじゃないかなと思いますが、2021年は特に、ね、変わらずということでしたね。ラインナップはメーカーズマーク、そしてメーカーズマーク46、2種類だけです。まあ、種類も少なくてね迷うこともないと思いますし、通常のメーカーズマークが、ほとんどだと思います。今ではすっかり定番化したこのデザインなんですけど、見た目のこのインパクトね、あとはキャッチーさも重要なポイントなんじゃないかなと思います。第2位です。ジャックダニエル26万9000ケース 1% 増です。こちらはですね世界一の販売数量を誇るアメリカンウイスキーということになります。スコッチとアメリカンなどの主要なウイスキーを見てもジョニーウォーカーに次ぐ販売数量を、ね、誇っているんですよ。こちらもブラウンフォーマンが所有する、まあアーリータイムズと同じですね、ジャックダニエル蒸留所のアメリカンウイスキー、基本的にはバーボンと呼ばずテネシーウイスキーと呼びます。ラインナップはジャックダニエルナンバーセブン、ジェントルマンジャック、シングルバレル、ゴールド、そしてまあこれ入ってるか分かんないんですけど、テネシーハニーっていうのがフレーバードウイスキーというね蜂蜜のフレーバーが入ったものがありますが、一応リキュール扱いなのでもしかしたらウイスキーの販売数量には入ってないかもしれません。
ジャックダニエル好きな人はね、まあ、ジャックダニエルしか飲まないっていう、まあ、硬派な、ね、人が結構多い印象があるんですけど、昔からやっぱりこのブランディングのうまさ、ジャックダニエルの人気を不動にしてるんじゃないかなと思います。第1位です、ジムビーム71万ケース9% 減です。すごいですね、71万ケース、世界一のですね販売数量を誇るバーボンウイスキーがこのジムビームなんですよね。アメリカンウイスキー全体として見ても、2位です。2020年はですねなぜか 12% 減とね販売数量を落としているんですが、2021年もですね 9% 減と、戻せませんでしたね。多分居酒屋とかの需要がちょっと下がってるので、その分家飲み需要がそれをカバーできなかったからなんじゃないかなとは思います。何にせよ2位のジャックダニエルの3倍以上ということで、実は世界一売れている、アメリカンウイスキーはジャックダニエルなんですよね。そして、2位がジムビームということで、日本ではここが逆転していますね。ラインナップはジムビーム、ジムビームライ、デビルズカット、ダブルオーク、そしてまあ入ってるか分かりませんがフレーバードウイスキーのジムビームハニー、そしてアップルっていうのがあります。こちらもですね、実は2014年からサントリーが所有するジムビーム蒸留所のバーボンなんですよね。日本ではハイボール需要が圧倒的にね、あるんじゃないかなと思うんですが、今では角ハイボールとね、このジムビームのハイボールが、双璧を成していると思います。ハイボール分もね支えてると言っても過言ではないんじゃないかなと思いますね。まさにサントリー恐るべしです。はい、いかがだったでしょうか。2021年はなんとアイダブルハーパー圏外になってしまいましたね。今回は9位までの発表だったので、もしかしたら10位に、ね、位置していたのかもしれません。バーボンは低価格帯の、ね、ラインナップも豊富なので、まあ、2020年を見ても家飲み需要の拡大からか販売数量全然落としてないんですよね。2021年も特に大きな動きがないっていうのがすごいですよね。まあ、アイリッシュウイスキーもね、ジェムソン、そしてカナディアンウイスキーもカナディアンクラブが入っていましたが、そちらはもともと定番のね、ウイスキーですので全く販売数量が動いていませんでした。2019年と2020年の、ランキングを見ていきましょう。はい、こんな感じになっています。アイダブルハーパー2020年はね 34% 減ということだったんですが、どうしたんですかね。やっぱり飲食店でもアイダブルハーパーっていうのはかなり扱われているので、そういうところの需要のね、減少から 34% 減だったのかもしれないんですが、家飲み需要で結構カバーできたのかなともなんとなく思うんですけどね、うん、それにしてもやっぱり2位と1位、すごいですね。20万ケース以上、そして70万ケース以上ということで、驚異の数字なんですが、やっぱりね1位のジムビーム、サントリーはすごいですね。ちなみにですね、角瓶っていうのがどれぐらい売れてるかというと、2020年かな、世界の販売数量、まあでも角瓶って国内がほとんどだと思うんですが、520万ケース売っています。はい、まさに最強の販売数量を誇る、日本のウイスキーと言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、やっぱりこうウイスキーを飲む層っていうのはライト層からねヘビーユーザーまでたくさんいらっしゃると思いますけど、前回前々回とねこの第3回にわたって発表してきた、売上の販売数量のほとんどがライト層がね支えていると言っても、過言ではないと思います。そしてこのライト層がたくさんウイスキーを飲んでくれないと蒸留所っていうのはなくなってしまいます。はい、だからシングルモルトも飲めなくなっちゃうんですね。だから僕たちはこの角瓶の販売数量だったりとかジョニーウォーカーの販売数量とかに、支えられてシングルモルトを、楽しむことができると、そういう考えを持っていると感慨深いものがねあるんじゃないかなと思います。そんな感じで以前も言いましたが、今年もね、この視聴者の方々からアンケートを取って、いろんなランキングをやっていきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。それではチャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。